あーダメだったんだ、ダメだったんだ、うわー、おー、あれあれあれ、いっぱい蹴ったよ、いっぱい蹴ったよ、からのドン、ダメだったか、759枚、負けはマンズダニ、おい、びっくりしたちょっと遅れましたね、え、遅れたような気がしたんですよね、後付けですか、完全に誠司さんいた後ろにめっちゃ見られてる、七瀬力、ぬかるんな、七瀬力、七瀬力、ワクワクドキドキ、この後の展開へ、扇力影、ということでミスルーです。ということで、まあ、ぐるっと見ても打ち出しそうな台とりあえずなかったんで、まあ、このバズ絆もう少し打ち込んで、状況を見たいと思います。LED は黄色、まず1種類か、負けはマンズダニ、ゲーム数的にはまあ高額ですね、絶対71ゲームで負け物、これはもらったか、大丈夫だと思われる、嘘、プロか、大丈夫か、黒でも大丈夫だ、75ゲーム高額巻物で当選、青移植、 LED は黄色、強チェリーエフェクト大、ほら外す気がしねえぞ、ありがとうございます、オッケー、順調に尾を引くわ、引きだけはあんすよ、自分他なんもないっすけど、というわけでバズリスクタイム、66、えにしぐらい来いや、ない、おー綺麗に胸部もいないと、
これは厳しいか。おお大丈夫、巻き物で当選してたりしてね。ない、さくらんぼください、お願いします。ダメか、238枚。お、伊賀スタート、伊賀スタート。まあね、もちろんモードが AB の場合もあるんですけど、まあ C も考えられる。でこれが降格スタートじゃなければなおいいんですけどね。ただまあ降格スタートは、あ、降格スタートですね。5ゲームで巻物から、まあ、降格スタートだったかもしれないですね。まあウーハーなったんで移植がいいな、同色。青の同色、 LED は白。もう一回ボロでいこうか。お、カットイン2回、これはある、これはなんかない、ある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 、頑張れ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 。あーダメですか、そうでございますか。満月特等ゲスタート。まあもう4スルーになっちゃったんでね、季節してモード見てやめようと思ったんですけど。お、赤同色、 AD は青。じゃあもう AT まで行くんで玄之助で行きましょう。いた、頼むよ、うら来た、初スキー 0% アザース、 OK。 なんか子役ばっかだな。よっしゃ、バズエクタイム入りました。おら、テンゼンテンゼンテンゼン、はい、おー、ストック、ありがとうございます。もしかしたら結構毎回のバジリスクタイムで初期ストックもらえてるかもしれないですね。64、お、ここで巻物いいよ、あるよあるよある、これはある。てんてんてん、とりあえず続くらしい。これはバズリスクチャンスもあるね。よしよしよし、巻物から青の移植、青、415枚頑張れ、もう継続率、頑張れ頑張れ頑張れ、ダメだな。おおおおおお、よかった、絶対無理だと思っとった。あと10回転か20回転ぐらい当たってほしいな。
いい加減早いやつ見たいなと。アナウンサー家の3回転以外2回しか光ってないので何とも見えないんですけども、遠いあたりが、あーでもなんかあめっちゃ髪の毛ボサボサだったあっ今なんかって言ったじゃないですか、なんか光りそうな気がするって言おうと思ったんですけど、頭触った髪の毛がすごいボサボサだったから直してるったら、私の言葉が出る前に光ってくれました。あ今日初のビッグ格ビッグです、今日初のビッグ、あー長かった、よっしゃーい、これで流れを変えましょう。投手の方がなんとなんと45本、大丈夫、もうこれでもうポポポーンとこっから気持ちよくなるにね行くんで、出玉でアドレナリン全開で行きたいと思います。大事な大事なとこですよ、これ以上投手を増やすことはできないんで、さすがにさすがに上がってるでしょ。次でラストです、なーむくーって感じですね、ほんとたぶん250前後で当たると思いますよ、この台。で、7で2150枚ぐらい入れてるもんな、すごいよな、私がやめない限りずっと当たり続けるんじゃないかなと思っちゃう、本当にいいことなんですよね、当たるために私の HP がずるりずるりと削られていくこの感覚、しょうがない、タイタの私なんでね、運命です、運命、運命ほど怖いものはないですね、逆らえないから、でも何でも運命で片付けれるからある意味楽なんですけどね。いやー、なぜ今急にベラ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 喋り出したかというと、50本使い終わってしまったっていうことで6枚目に突入すると、なので多分今まで私ほぼ当たってないので映ってないんじゃないかなと思って、お金入れる時から映してくれるかなっていうすいませんね、ほんといやらしい感じで、なんでそろそろお金の準備をしとかないとなっていう、そうきたかっていう感じで、あよかった52本です、あびっくりしたマジで、173枚しか出ませんでした。さあ3連チリンを引きまして、モード以降のが若干融合されているので期待大で回していきたいと思います。大丈夫大丈夫大丈夫、そんな意地悪じゃないよ、ウキドキって、そんな31、次が最後、タラン、いや3連チルって1万分の1ぐらいなんですよ、ちょっと悲しいよ、ビッグ1回って制約聞いたっていうだけです本当にあーもうこれどうすんの本当にどうするどうするよ、
勝った。312回転。ビッグボーナース。追加投資しまして、今63本です。50本ぐらいがちょっと分からなくなってきちゃうんで、63本です。衝撃的な投資額です。これが、この台で5回目の当たりとなりますが、まだ一度も天国を経験していないと。この後の32ゲーム間が、運命です。ドキドキ。はなちゃん、つかんだ。はなちゃん。つかず、終了しました。234枚。そう、ドキドキ、ドキドキ。よし、頑張ります。とりあえず1ゲーム目。そろそろね、そろそろ見せてくれるはずなので。なんか泣きそうな感じするんだけどな。31回転目。さあ、頼む。やりました、またやりました。何度この同じ絵ばっかり皆さんにお届けするかとね。天才だな、ほんと。ということで今ゴスルー、お、66。綺麗に広角がない。まあ今901枚でね、もともと持ちメダル持ったんで、おそらく今プラス1000枚ってとこは作れてると思うんで。お、また巻物。嘘、まだ終わんないっしょ。大丈夫でしょ。あれ、916枚大丈夫だと思うんだけどな。あー、終わった。巻きもダメだったんだ。まあでもね、もともと持ちメダル持ってたんで、916枚あれば今とりあえずプラス1000枚っていうのは作れてると思います。投資額を考えてもこっからっすよね。まあとりあえず広角があるか見ますか。まあ僕の試行回数がね、だいたい1500回転ほどで、弱チェに関しては49.9分の1なんで、まあほぼ50分の1ってなってくると設定は1で、まあまあコンスタントに BT バジルスタイムは引けてるんですけど、ただまあね、いかんせん子役でなんとか霊役をうまく引いてるだけな感じがし、でここまでは同色が赤を1回ずつで、赤頭5、青頭4、まあほぼほぼ均等ってなってくると、それ以外のね、こう高設定を思わせる動きっていうのが今のところない。まあ強いて言うなら初期ストックもしかしたらもらえてるかもぐらいでね、結構不確かな部分はあるので、まあ奇数の継続率で頑張れてるのかなと思う連チャンじゃないですかね。なんで、まあせっかくねプラス1000枚を今日は絶対作りたいと思ってるんで、慎重にもう一度周りの状況を見ましょうか。遅れた、遅れたよ今。遅れたって絶対。ほらすごいヤクルトパワー、ヤクルトもらってちょっとここにチュンチュンってしたら光ったの。ヤクルトパワー恐るべし。ビッグ、あー6回目。今投資の方が67本。よし、さあどうでしょうか。
さんや頑張ります。頑張るとかじゃないけどもう願うだね。頑張るじゃない、願う。31位、次がラストです。どうする。今天国未経験者です。今でもこの台の一発目の初当たりが3ゲームで土地555、290、261、312、200ともっと早いね。まあ、そんなに555がマックスか。ただこう100回ティーナーに1回でもこう来てくれるとだいぶ気が楽になるっていうなんか私の中ではねあるんですよ。勝ったー、やったー、嬉しい。見て82、庭逆から言うたら庭だ。しかもビッグ82回転で追加投資なんとなくいけたということでこれで7回目の当たりです。226枚です。7回目が終わって今から32ゲーム間のドキドキタイムです。来そうな気がするぞ。一向に天国に飛ばない俺の妹しずしずにここから叱りのオーラを送りたいと思います。大丈夫、天国はまだあと18ゲームぐらいある。クリス、自分が光ったと思ったら隣の方だった。今17、これで18です。叱れ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 。あー今なんかエヴァモン溜めたぞ。あれもしかして32ゲーム目じゃないか。大丈夫か。30どうなんだ、どうなの。あ、もうちょっとやけに早打ちしてる。もうダメかな。もう32超えてんだ。7する。残念。なんか意地になってきますね。こうなったら絶対にっていう気持ちで。今の追加投資でなんと70本ってパチスロをあまりされたことがないという方もパチンコパチスロあまりされたことないという方もいると思うので、まあ、分かりやすく言うとですよ、70本とは7万円ゆきち7人分です。そういう時もあるってことですよ。さあ、まあいいや、当たったことに意味がある。168回転でレギュラーボーナス、これで8回目の当たり。星野がちょうど70本です。これで終了です。97枚。よし、31ラスト。びっくりした。びっくりした。34回転だった。びっくりした。すっごい気持ち悪い声出た。34回転で当たりました。レキュラー。さあこれは大丈夫でしょう。
完全に回転台に初のチカチカしてるところをお見せできるかと思います。ご期待ください。次で30です。30、31、はい、足りませんでした。何のうなずき、何のうなずき。え、これ天井なかったでしたっけ。ない。次で10スルー、じゃあ10スルー、まだスルーしてない、まだスルーしてない。9スルーだっただけで10回目で行くかもしれないですかね。もう勝手にスルーって決めつけちゃダメよ、鼻から。はぁ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 。ということでですね、タイムアップと、まさかまさかのタイムアップ、ですね、今急スルーという状況なんですが、これ以上はあかんというふうに言われてしまったので、もうこんなところでやめるなんてって思う方いらっしゃるかと思うんですが、もうこれはしょうがないと、番組のルールなので、ということで本日はここにて実践終了となります。悔しい。やっぱカードが強いな。使ってる台は使ってるんですよね、きっとね。カードが強いとこを踏襲してこのハッピーとか、まだ全然わかんないな。8か88の5の886、160分の1ぐらいか。厳しいな。ほらもうこれとか明らかっすもんね。カウンター持って打ってる人がいる。うわーこれも角だ。9の20、角台強いんですかね、ジャグラーやっぱね。角台が強い。ファンキーはあんまりですけど、ほらあれも出てる。角台強い。マイジャグ3カード台強いな。ジャグラーはカードほぼ、カードが1、2、3、4、カード8台中6台プラス息。でほらアイムもカード台、ほら皆さんこれ中間以上あってもおかしくない。よし、じゃあこのハッピージャグラー打ちましょうか。1121番台、3回の5回総回転数が今1300回転。まあ正直よくはないんですけど、まあ、バケがねある程度引けてるっていう部分と、あとあからさまにこう今日のジャグラーコーナー角台と言えるところが8台あるんですけど、見直したらうち7台プラス息のグラフしたらもう最後の残る角ですよ、これが。そういう今の状況も込めて残り時間もね限られてるんで、このハッピージャグラー打っていきたいと思います。目指せプラス1000枚終え。うん。というわけで下のフロアとメダルが併用できないので一回流しました。北斗修羅とバジリスク絆で得たメダルは1109枚です。ってことは僕の投資が2本なんで、本当に6、1000枚プラス15枚。この15枚のリードを残り時間守りきります。さらに増やす。ではハッピージャグラー打ってきますか。角台ね。でまあ一回、上のメダルを流しはしましたが、これで投資が3本目ですね。まあほぼほぼ3階フロアでの実戦がプラス1000枚本当にきっちり作ったぐらいの感じになっちゃってるんで、もうすでに再び
プラス1000枚ということに関してはマイナスになってしまっているので、まあこのハッピーでもね単純に浮かすってことをやらないと、まあ絶対最低1ペーカリは必要だと。ああダメだ、とりあえず4000使ったぞ。ちょっと待てちょっと待て、まだ何にも分かんないけど、周りで確実に角台他に空いてないかな。あと末尾8も出てるね、これ末尾8でしょ、悪くない、ほら末尾8、あれ末尾8あるよ、今度末尾8狙い行ってみる、今日8のつく日だからね、えほら末尾8、ビッグも化けもいいよ、ほら末尾8、ねえ末尾8あるよ、これあるよ、あるある、マジで末尾8合算137分の1、あさあもう残り時間ほとんどないけどね、もう末尾8シリーズ第2弾クランキーセレブレーション、もうこれで誰手だってダメならもう諦めるわ、キャース、はい、ということでとも時間的に間に合いません、あー勝ってんのになー、プラス1000枚が、ハッピーがもったいなかったかな、まあしゃあない、まあ今日は実戦終了です、ありがとうございました。伝説ってのは静かの足跡だぜ、急スルーしてるからな、ほんとすいません、伝説だぜ、いやでもすごい、あのねすごくはないと思うんですけど、俺だったら絶対どっかで心折れてるもん、あ本当ですか、もうダメもうダメもうダメって、うん、見たくない見たくないってなってる、いやもう本当に両隣の方が上手で、もうちょうどきどきにも両方とも入って次30枚30枚ぐらい出した時に本当に光るたんびにちょっとずつ自分の HP が削られていってるこの感覚なかなかないなと思って、でも最後の方はもう意地でも天国に上げてやろうっていう行った結果急するタイムアップと、すごい、いやー私もおきどき今まで打ってきて初めてですね、急する、もう完全にね男のスロットですよ、いやーでも、カンと書いて男ですよ、そうですね、やりきった男、やりきったのはやりきりましたけど、でも結果的にはよろしくない、やりきった、もう本当に目がね、いつぞや収録一緒になってガロを朝から打ったけど収録中一回も当たらなかった留吉君と同じ目をしてる最近よく留吉さんと似てるみたいなことをその内容的なもので、それ富木さんもよく言ってたよとか、それ富木さんもやったよっていうのよく言われるんですよ。あ、本当に大丈夫かな、七瀬って思ってた。大丈夫ではないね。言っちゃいけない方の属性だね、それは。ちょっとドキドキしてます。ちょっとずつ寄っていってる感があって。ね。じゃあ七瀬の方からいきます。はい、七瀬の方が投資の方が3431枚、回収がゼロということでマイナス3431枚でした。ごめんなさい。すげえ目が覚める。いやでもかっこいいわ。朝から上げるためだけにオキドキ全ズッパってなかなかできないよね、オキドキ全ズッパしちゃいました、びっくりしましたね、かっこいい、いやいや、もう私めなんざ、それに対して私めなんざね、でもあれですよ、この 3S プラス1000枚で終えるっていうのが私がもとりあえず無理だったんで、うん、シーさんクリアしたらここをめくれるってなってるんで実戦終了1時間半ぐらい前までね作れてたプラス1000枚は、ああ結果投資470枚になっちゃって、回収が1109枚、サマイスがプラス639枚、うわ惜しい、もう最後ね惜しい、いやでもね最後ねその A タイプもう時間でこれはもうねプラスサマイス1000枚絶対守ろうと思って A タイプのこの1階のフロア行ったんですけど、今日ねあの18日じゃないですか、1月18日末尾8全部出てました、出てましたね、積んでましたね、ね、うん、あんなあからさまに角も結構強かったんですけど、角と末尾8がもうとにかくジャグはもう箱使ってない人がいないぐらい、うん、なんなら3箱ぐらい積んでる人もいましたもんね、そうマイジャグあたり、そう
ね、気づくのが遅かった。気づくのが実戦終了30分前ぐらいだったんだよね。まあ空いてないですよね、そうなったらこの時間だったら漏れなく待ってたね。そして今までの合計になりますとマイナス7951枚。いやマイナス8000枚ですよ。そのうちの私もうほんと3600枚ぐらい私マイナス出してるんで、もう行こう、逆万枚行こう。いやいやいや、そういう伝説じゃないんだよね一応。もう黒歴史伝説 with 女神にしましょう。もう黒歴史よ。いやまあそういうことで、はい、とにかくね今日ちょっと2回連続でこの伝説 B のねサマイスプラス1000枚ってとこが達成できずというところでめくれませんでした。あーすげー悔しい、すげー悔しい。なんで次のリノさんとリノ君と工藤さん、そう工藤舞さん、舞ちゃんがここを目指して頑張るってことですね、うん、またそうだね3度目のチャレンジ。まあとりあえずね、まあ今日もトータル的にはマイナスを重ねてしまう結果になりましたが、はい、ただ店内の方は状況は店内がね、うん、そうさっき言った、まあ、僕が打ってたまず1回ホール、はい、ジャグラーシリーズ今日は、18日ということで末尾8が全体出てました、うん、そして角台も強かったジャグラー、そして3回のホールに関しては窓マギ2、うん、箱使ってるお客様も多数で、うんうん、なんかね、ボーナスもエアディリオン入りも軽そうなデータがね多く見受けられたんで、だから今日に関しては窓マギ2、そして1階フロアの末尾8のジャグラーシリーズは間違いなかったんじゃないかと思います。はい、よかったら参考にしてみてください。はい、だからもう28日来よう10日後ですか。うん、10日後そうですね、ちょっと急スルーがあるんで、もうその分も来て、うん、来て起きときまた打ってうち同じ台盤を狙いで行こうかな。俺が末尾8打って、うん、頑張りましょう。はいはい、というわけで、今回のシリーズは残り2戦となりましたが、ぜひね高速に任せて、伝説達成していただきたいと思いますので皆さんも見守ってください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ始まりました、黒バラ伝説 with 女神5戦目、はい、黒バラ軍団のリノです。工藤舞です。大事ね、ここ大事やから、ほらな、連撃玉4つあるわ。なんやパーティーや、これパーティー行くで。でもレグレースやな。あ、レインボー、レインボーやった、オッケー。どうしてだ、あー、しかも青、これさ、では私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。